はい、どうもこんにちは。ちょっと今なんか VTR 見せたんですけど、ヘビはね、脱走したんですね。アミメニシキヘビですか。で、住民が、近所の住民が怒りっていうので、飼い主も懸命の捜査っていう、捜索、飼い主の人も一生懸命探してんですよね、警察と一緒になってね。でも出てこない。で、近所の人たちから、あんたの責任だからね、一生懸命探して、責任持って捕まえてって言われてましたね。この飼い主ね、なんで飼ったんですかね。まだ20代って書いてありまして、顔は隠れてるんですけど、うん、なんかやっぱ若そうな、多いんですかね、最近こう爬虫類を飼う人っていうのは。でも確かに爬虫類飼いやすそうですけどね、飯もあんまり食わなさそうだし、あとね、声出さないですからね。まあその分動きもほとんどないでしょうけどね。ただこのアミメニシキヘビってのはね、3メートル50センチ、結構でかいですよね。一回見たことあるかな、僕は。あの、触ったことがあるかな、ニシキヘビは。見せ物小屋で。なんかよくね、あの、大蛇はね、金運がいいって言われてて、で、触るとお金が貯まるなんていうことがあったんで、ほんと若い頃に見せ物小屋行った時に、そのでかいヘビが出てきて、で、それを触っていいよって言われて触ったことがありますけどね。なんかヒヤーンとね、知ってましたけど。なんかね、いますよね。なんかロックミュージシャンとか、こう首にこう巻いたりとかね。よく、あの、ガンズ&ローゼズのスラッシュとかね、首に巻いたりとかしてますけど。まあ、ただあれがね、街の中にね、これ横浜あたりでしょ？都会にいるっていうのはちょっと恐ろしい話ですよね。この飼い主は、多分、アパートかなんかに住んでて飼ってんですよね。だからまあそこら辺にいるんでしょうけどね。案外爬虫類って逃げますよね。僕あの、渋谷の会社の事務所があった時に、まあ、隣の部屋でね、また会社やってる人がいたんですよ。まあ本当にベンチャー企業なんてちっちゃい会社がいっぱい入ってる事務所だったんだけど、隣の部屋の人がよくうちに来て、トントントンって来て、亀が逃げ出したっていう。よく来ましたね。2、3回来たかな。なんか珍しい亀だって言うんですよ。ほんなら、じゃあ鍵つけてちゃんと逃げないようにしとけよって思うんですけど、なんかすぐ逃げるみたいで、ベランダを伝って逃げてきて、いませんか、いませんかって、うちに来て探していいですかとか言って、ね、勝手にうちのその事務所に入って、もう隅から隅まで探してすげえ迷惑だったんでね、もう本当に、いや、見つかったらちゃんと言いますから、みたいな感じで、返したりしてましたけど、ただ一回ぐらいうちのベランダに行ったことがあるかな、その亀は。まあ逃げるんですよ、やっぱり。爬虫類も。あんな亀のなんかね、動かなそうに見えるんですけど、結構ね、動くんですよね。だから蛇も、あんまり動かなそうに見えて、多分動くんでしょうね。うん、それなりにズズズズズって動くんでしょうから、この人も甘かったんですね。まあそんな感じです。でも僕はヘビ飼おうと思わないな。やっぱりヘビだったら、ワンコの方が可愛いですよね。ヘビ慣れないでしょ、あんまり。慣れられても困るしね、なんか、うん、夜中とかにね、来られても、布団の中に入って来られても怖いし、ワンコだ、ほんと子犬だったらね、夜中に布団に入ってくると、うわ、可愛い可愛い可愛いってなるんですけど、ヘビが夜中にね、布団の中に、あんな大蛇が布団の中に入ってきたらね、首絞められんじゃないかと思って恐ろしくてしょうがないですけどね。まあ人にはいろんな趣味があるんだなと思うけど、まあ迷惑はかけないようにしてほしいなって思ったりいたします。まあそんな感じですかね。まあそんな感じです。ではでは。